はい、皆さん、こんばんは。皆さんの楽しみな、この毎週木曜日夜10時の時間がやってまいりました。ウェブ市民公開講座3密脱回作戦の時間です。え今日も司会私国際力士大学の、えー、岸と、それから、えー、愛知科大学の、えー、皆様大好き、えー、後藤玲子先生の方で進めてまいります。またいつものようにパネリストは、えー、後藤先生の、えー、左腕、 左目の竹内先生と、それから右腕北東病院の大竹先生、そして、えー、バイタリーの CEO、武田先生の方で進めてまいります。さあ、今日は第1 2話第12話ですね、あの、今日はタイトルがですね、前回お話ししましたように、プラチナ3密脱回作戦と。少し今までとですね、ちょっとこう、あまりないような名前がついています。プラチナ。なぜプラチナか。 今日すぐに分かります。今日はスペシャルゲスト、岡秀明先生がこの時間にですね、なかなかの我々医者が集まる講演会でもなかなか岡先生の話で聞けないんですけれども、今日わざわざ参加していただきました。ではですね、まずあの岡先生がどれだけすごい方か,か、1枚に資料をまとめてみましたので、 じゃあ、あ竹内先生、岡先生の紹介を。一枚出していただけますでしょうか。はい、じゃ、こちらで画面共有させていただきますがあら。あ、ありがとうございます。表示出てますでしょうか。はい、出てます。皆さん見えますでしょうか。岡秀明先生。いきなり写真がですね。 なんかプラチナな感じでございますが、埼玉医科大学総合医療センター、総合診療内科感染症科の先生でございます。感染症の世界のみならず、もう我々医療業界の中ではです、ね、もう知らない人はいないと。特にですね、この一番左の下に皆さん見えますでしょうか、この本のタイトル。この感染症プラチナマニュアル。もうこれ、もともとそうなんですけども、今この、まさに皆さんが感染症というより興味があるこの時代ですね。 もう医者は絶対これ読んどかないといけない本でございます。まあ、そういう意味でこの岡秀明先生、今日こうして来ていただけたことにですねまずあの心本当に感謝申し上げます。で今日はこの岡先生からですね、しっかりあの実はですね、我々あの循環器内科医なんですね、実はこの公安メンバーですね、感染症は実は本当にみんなの専門でございません。実は、ね、今日はですね本物ののプロの 感染症の方が来ていただきました。岡先生に来ていただきましたので、今日はですね、じっくり我々自身も勉強したいです。そして今日ご覧になっている皆さんもですね、あこれが本物の感染症の方のために、ぜひ皆さんですね、今日勉強してみてください。はい、じゃあそういうことですね。じゃあまた画面共有を外していただいて、まずあのいつものように最初の2つのレギュラーの質問をですね、まず皆さんにさせていただきますね。 さあ、そろそろよろしいでしょうかね。はい。今夜も始まりました。三密脱会作戦でございます。じゃあ、まずですね、あの初めて参加される方もいらっしゃいますので、このウェブ市民公開講座は、チャットを使ってですね、皆さんがどんどん質問をですね、書き込んでいきます。ですので、毎回参加されている方ですね、チャットはもう大丈夫だと思うんですが、初めての方、まずチャットを開いていただいて、画面の下にチャットってボことがありますので、 そこを開いていただいて、はじめましてとか何かこう書き込んでみてください。でですね、書き込めたらですね、今画面に出てますでしょうか。投票画面。今夜も始まりました。どうぞよろしくお願いします。チャット画面は無事に開けましたか開けた開けない。これをですね、ぜひ投票してみてください。 それからチャットの方でですね、宛先っていうところに全てのパネリストって出てると思うんですけれど、これをですね、もし全てのパネリストになっている方は、全てのパネリスト及び出席者という方を選んでいただけるとですね、あのうん、皆さんが書き込んだチャットがお互い見れますので、全てのパネリスト及び出席者というところにしてください。はい、チャット画面無事に開けましたか ?98%。あ、お一人だけちょっと開けないっていう方が、 しますね、大丈夫でしょうかチャットっていうボタンを押していただいたら、ですね右側にあのチャットのですねズームウェブセミナーチャットというのが出てまいります。大丈夫かな。まあ、ちょっと進めながらやっていきましょうかね、はい。それでは2つ目、3密の質問もありますか、今日は。いはい、ありがとうございます。 ちょこれ、後藤さんの方から紹介していただきましょうか、三密。はい、そうですね、まあ、今回あの、コロナウイルスの感染症の中で、特にこの3密っていうのは、まあ、もはや悪いものみたいな形で,ですね、捉えられてきたわけなんですけれども、我々ドクターもですね、やっぱりベッドサイドに行ったりとか、まあ、人と触れ合う仕事の中で、ですね、どうしてもその人との距離感がですね、今回、この感染症をもとにです、ね、大きく空いてしまったようなところがあります。 でまあ、これをです、ねまあ、今や、まあ、過度に恐れているようなところもありますので、そういう部分をです、ね、正しく是正してです、ねまああの、新しい社会の中で適用しながらかもしれませんけれども、この3密ですね、この3つの密ではありますけれども、これ、あのちょっとずつ脱会、ね、してです、ね、まあ、元通りとは言わないですけど、この適用した中でもです、ね、人と人が交われるような社会にしていきたいという、まあ、思いもありまして、このようなテーマになっております。 なので、まあ、この3密ですね、まあ、あのそんなもう密密の状態にはできませんけれども、ただ、まあ、あのそんな中でもです、ね、生活を取り戻していこうというのが、この、まあ、文字に込められております。はいまあ、簡単ではありますが、こんな感じですかね。もう、はい、投票、結果出ましたね。はい、普通に好き、44%。大好き、16%。ないと生きていけない、16%。 もうこれで8割ぐらい行きましたね。えー、嫌いが16%、大嫌い7%。まあでも毎回あますけれど、嫌い、大嫌いって投票されている方もですね、3密を見るのは結構好きだったりします。私もそういう派なので、はい、今日も相変わらずですね、3密に人気でございます。はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。じゃあこの2つの質問終わりましたので、準備できましたね。 チャット一人入れないという方は、もし入れたらですね、入れましたみたいな感じで書いていただけると、えー、我々の不安が取れますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、もう時間も惜しいので、早速、岡先生のですね、講演をじっくり今日は聞きましょうで。じっくり聞いて、そして途中皆さんいろいろ質問を書き込んでください。で、我々質問を拾っていきます。で、あの、岡先生に直接いろんなことを聞けるっていうチャンスは、我々もめったにありませんので、 今日は楽しみにしてましたので、で岡先生、そろそろスライドの準備の方よろしくお願いします。あチャット入れない方入りましたね。ありがとうございます。全員準備万端でございます。岡先生、よろしくお願いします。はい、えー、こんばんは。埼玉医大の岡です。えっ、ー、と、今日はですね、えー、コロナウイルスに関しての、えー、系統的なお話をさせていただきたいと思います。で、待ってくださいね。 共有いたしますので、スライド共有が、共有ですね。 少々お待ちくだまあ今共有できてますかまだですかまだできてないみたいです、ね。もう一回スライド。 あできますね。OK です。はい。もうごめんなさい時間違います。はい。では、申し訳ありません。大丈夫ですね。えっ、ー、とですね、私はあのこういうプラチナマニュアルというのを作っているんですけれども、こちらは医療者向けでですね、 えーまあ、あの私、難しい研究とかをしているんじゃなくてです、ね、あの当たり前のことを教育しているんですね、で普段あるこのコロナウイルス以外でもです、ね、感染症というのは、まあ、抗生物質の使い方から、えー、いろんな診断に当たっているんですねなかなかあの専門性というのが。 あの立ち位置がなくて、ですねそれぞれまあ心臓の循環器の先生のように、えー、専門というふうに見なされてない分野でして、で日本の中ではそういう教育がされてないんですね、えー、なので、結構この、この感染症というのは、コロナにかかわらず、ですね、えー、医師であっても、付、まあ、け焼き場的に、えー、なんとなくやってるということが多いんですね。 それを何とかしたいなと思ってですね、こういうまあ標準化されたマニュアルを作ろうと思ってですね、出しています。今回はですね、このコロナウイルスの件もですね、相当なものすごい情報量がですね、どんどん出てきてですね、 まあ、昼間はマスコミもいろんな報道をしますし、えー、それを見ていてですね、あのー、情報が非常に玉石混合なんですねで周りも、あのー、それによって煽られてしまっているケースも見てですね私ちょっと、あのー、現場にも非常に負担になったり、えー、混乱を招くので、えー、定期的にですね、えー、信頼できる情報を、えー、まとめてですね、えー、まつまりこのプラシナマニュアルの精神で えーまあ、SNS 上に提供してきたんです、えー、それをですねあの今日はあのスライド化して、まあ、こ本当に情報がどんどん毎週のように新しい論文が出てですね、えー、変わってくるんですけれども、まあ、大体先週の段階ぐらいの、えー、情報でお話をしていきたいと思います。えーでえーとですね、実はですね、うんとまあ、2週間ぐらい前までの情報をまとめたものが、えー、書籍化されます。 これ7月の3日付で今もアマゾンかなんかでもあの予約はできるんですけど COVID 特攻って今日の講義の内容にえかなり近いものをですねえ書籍化して読みやすいものも出ていますそれから一般の方向けにはですねえとこれは僕が書いたというよりもこれあの監修したんですけどもなのでちょっと自分の意図とは違うところもあるんですけれどもまあ一般的なあの感染対策の 町、まあ、での対応に関してですね、図表を書いて分かりやすくしたこの消毒術ってやつもですね、これお安いですね、1000円以下の方なんで、まあ、このあたりもまあ宣伝になって申し訳ないですけど、復習に使っていただければと思います。はい でまあ,あのこの辺も簡単にいきます、ね。コロナウイルスっていうのは、えっ、ー、とこれ、指定感染症になってます、現在ですね。なので、一応、診断されると入院しなければいけなくなってますね。えー、で、えー、コロナウイルスっていうのは、従来、風邪のウイルスなんですけれども、それ以外にですね、えー、今までのサーズとかマーズとか、それに加えた新しい、えー、全く違うウイルスが見つかったと、コロナウイルスなんだけれども、ちょっと違う風邪のウイルスではないコロナウイルスが見つかったと、で王冠のような電子顕微鏡像が押しているので、コロナウイルスっていうんだということですね。こ、えー、これ毎日のようにこんな えー、コロナウイルスの電子顕微鏡写真が出てますね、テレビ上に。で、えーとですね、このコロナウイルスで、えー、起こる感染症がですね、えー、COVID-19 っていう、えーまあ、ちょうど去年の年末に起こりましたので、2019年の19を取って、えー、そしてコロナウイルスの、えー、ディジーズということで。 この COVID-19 という病気を起こすウイルス名が SARS のコロナウイルスの 2, 2というふうに定義されています。でえっと、どうやってうつるのということなんですけどあの感染様式というのは基本的には接触,よ接触と飛沫と空気という3つの感染様式があるんですね、えー、大きくですね。でそのううち空気はないいだろうと言われてます ポイントです空気はないだろうとで。接触と飛沫によってうつるんじゃないかということが推定されていますでえ。感染症によっては動物から人にはうつらないとか、人から人にもうつらないとか、えなぜか、あのー、うつるルートというのが限定されるんですが、えー、こちらは、えー、人から人にうつるのが、もうこれはもう明らかですね、皆さん実感されていますから、えー、が分かったということ、人々感染する感染症で、えー、うつるルートうつり方としてはせ触ったり、 あるいは飛沫っていう粒子が数メートル先飛んで、それをさわあの粘膜などに入り込んで移ってしまうと。ところが空気中の漂った空気をふっと吸い込んで移るような空気感染は今のところ起こらないというふうに理解しています。えー、最近分かってきたものは動物,動物から動物同士で移っていると。えー、猫ちゃんから猫ちゃん、犬から犬。この辺があるんじゃないかということが分かっていますで。人から犬、人から猫もありそうで、えー、なので多分ですね、猫や犬から人にも移るかもしれない。 で一応 CD です、ね、CDC はもし感染した人が診断されたらえ、家で飼っているペットと接触を避けるようにと言ってます、そこからまたえ人にうつっていく可能性があるからですね、えー。今のところ空気感染しないだろう。えー、あとはあのー、血液を介してうつるとか、あるいは便とかそういう尿とかを触ってうつる、えー、その可能性はゼロではないけど、低いんじゃないかと推定されています。まあ、主なルートは、えー、感染している人を触って接触する。 つまり、サッカーという話、3密の密接ですよね。えそしてえ、飛沫を吸い込む、えー。そういったこと、距離が近い飛沫ですね。えそれでえつっていくと思いますね、えー、でえっ、ー、と感染症の誰かがうつるとですね、もうあのみんなに均等に移していくのかって、そういうことではなくてですね、実際この感染症はですね、ほとんどの人にう人移さないんです。8割にして人にうつさない、えー。だけれども、なんかこう、 たくさんの人にうつしている人が存在するぞと、まあ、スーパースプレッダーという言い方を昔の s a r s でしたのかもしれませんけれども、一部の人がうつしている、じゃあどういう人なのってなると、こういう条件が整った人から移しているよっていうことがどうも疫学で分かってきたと、それがもう毎日のように言われている3密ってやつですね。で、それによってこの条件が整うと、クラスター,、えー、多くの患者さんが感染して起こってくるということなんです。えー じゃあ、どれぐらい映るかなのかあの力があるのかなという数字で言うとですね、家族の中に感染するとあの10%ぐらいなんですね。他の家族に移っちゃうのが。まあ、なんか実感ではもうちょっと家族の中に映ると、なんか映されてる感じはしますけれども、一応データとしてはこのぐらいです。あとはクルーズ船だったり、片船だったり、ライブハウス、これはもうご存知ですよね。こういったクラスター感染が起こるんだと。で、感染症には潜伏期っていうのがあります。これ結構重要です。えー まあ触って体にウイルスをもらってもです、ねえー、無症状の期間があるわけです、えー、そしてある一定期間を経て発症する、この期間を潜伏期と言います、えー、潜伏期が、ね、インフルエンザなどに比べると、ちょっと長いんですよね、この感染症は。まあ、もっと長いものもありますけれども、えー、平均4日ぐらいなんです、つまりうつってから4日間ぐらい症状が出ないんですね、長いともうちょっと症状が出ない、えー、つまり、えーそれに、その期間に人にうつしてしまう可能性があるということになります。 えー、一応ほとんど11.5日で、えー、大,大体の方が発症しますので、まあ、よく健康観察2週間というのはその安全のちょっとマージンをとってです、ねえー、2週間という期間を持って、えー、接触した後ですね発症しないかを見ているんだというふうに理解してください。でここが結構このウイルスのわれわれが苦労している、えー、理由が分かってきたんです。 普通ですね、インフルエンザとかですね、感染すると咳が出て、高熱が出てて、その極気が一番人にうつすんですよ。あるいはちょ,そのちょっとぐらい前ぐらいからですね、せいぜい。ところがですね、この感染症は潜伏期がちょっと長い上に、その症状が出る2、3日前から感染性があるということが分かってきて、無症状の人から結構うつしているということが分かりました。で一番感染力があるのが、症状が出るおよそ約1日ぐらい前、0.7ぐらい、えー、が一番、 翌日、まあ今日熱が出るとしたら前の日ぐらいが一番移していると、うす力が強いということが分かってきたんです。で一方で、ですね時間が経ってですね6日以降,以降は、症状が出てもですね時間が経ってると、この日うさないんじゃないかというですねデータが出てきています。で、うん、とよくあるのが今、PCR 検査をやって、PCR が陽性になると、と陽性者という扱いになります。 えー、すると、ですねやはりあのその数字が陽性という結果が陰性にならないと困るということで、まあ、実は退院したり隔離する基準も今まで PCR が陰性化を繰り返して見ていたんですけれども、実は最近、その PCR の陰性化が取っ払われました、厚生労働省の徹底ですね。えー、こ,こポイントなんですけれども えー、PCR の検出というのはイコール感染をするということにはならないということを理解していただきたいんです、必ずしもです。で、えー、この感染症、普通、ウイルス量が少しずつ増えていって、えー、症状の極期にウイルスが多くなって、そして減っていくのが一般的なんですけれども、割とですね症状のない期からです、ね、初期からですね、えー、ウイルスは結構、上気道、えー、鼻腔とかですね。 えー、そういうところから検出されるんだと、そして1週間ぐらいかけて減少していくんですけれども、えー、これ、我々も治療してて分かるんですけど、2、3週間消えない人、ざらにいるんですね。1回発症すると、ですねウイルスが消えるという意味では、ですね PCR が消えるという意味では結構時間かかる、軽い人で10日ぐらい、えー、時間かかると、えー、もうそれこそ3週、4週、6週ぐらい消えないっていう人もいるんです。 えー、隔離がされなかったというのはこの数か月ぐらい続いてたんです。元気でよくなっているけれども、病院から出れない,という、いわゆる収容所みたいな病院がなってたんですね。で、これが分かってきたのが、ウイルス PCR の検出がイコール感染性があるという必ずしもそうではないと。もちろん、あの感染性のある時期は当然あるんですけどね。でそれはです、ね、特にです、ね、発症してから 9日症状が出てから9日以上経つとですね、まず、えー、それを PCR が陽性になっている人のウイルスを実際実験で培養してみた。ウイルスが生きているウイルス、培養というのはウイルスが生きているんです、えー。その生きているウイルスが検出されるかというと、えー、9日目以降では検出されないという、えー、基礎研究が出てきた、えー。それに加えてですね、えー、PCR のコピー数。 が低いいいととですね感染性のあるウイルスは検出されないんだということを分かってきたでもう一つここですね、また最近の論文なんですけれども、やっぱり発症8日以降、それから PCR のサイクル数が少ない多い、多いというのは、たくさんサイクルをかけなければ反応しないということなので、ウイルス量が少ないということです。そういう場合には、ですねどうもうつらないんじゃないかというのも出てきています。 えー、また台湾からの報告なんかで、ですねやはり発症8日目以降では周りに移してなかったという、ちゃんと臨床疫学で、えー、実証されているデータも出てきています。なので、今のトレンドとしては、ですね PCR が陽性でもどうも時間が経っていると移らないんじゃないかということです。でなので、PCR の陰性化をですね、えー、必ずしも退院だとか隔離解除の基準に、えー、設けなくなった。 これは画期的なことだと私は思っています。えー、それからこの臨床像です、ねえー、なんですけれども、基本的にはです、ね、ほとんどの人は軽症、8割軽症、大体2割ぐらいが重い肺炎になって、えー、その5%ぐらいの人が ICU に入るような、えー、非常に厳しい状態になって。 えー、そしてその厳しい状態になった人の約半分ぐらいつまり2.2%ちょっとの方が亡くなるというのが一般的な数字ですただこの死亡率っていうのは、えー、国によったり報告によってかなり幅があります、えー、イタリアなんかでは7%を超えたという報告もありました えー、後でお示ししますとおり、えー、高齢者だとか合併症のある人と死亡率高いんですね、ですから、えー、どういう人たちが募集団になるのかによって死亡率が変わってきます、あとは医療体制とかいろんな原因がありますね、えー、やはりあの私はアメリカに親戚がいるんですけれども、外、えー、国人やヒスパニックの方、あと、まあ、ちょっとあの生活の,あの貧しい方なんかが亡くなって,て医療体制が え違うことによってそういった方が救われないということもあるんですよね。えー、なので、時々こう死亡率が高いとか低いことを日本は PCR をあんまりやってないからだみたいなことを批判する人がいるんですけど、あまりそれだけ,とはだけとは言えないですね。さまざまな行楽因子、いろんな因子があってですね、関係があって、えー、一概には言えないんです。やっぱりその国の医療体制を直接見てみないと、えー、なんでこの国は高いのか低いのかっていうのは分からないんじゃないかと。この数字を 国ごとにただ数字を羅列して比較してもあまり意味がないのではないかと私は思います。で、死亡者はやっぱりあのどこのデータでもやっぱり間違いないのは高齢者の死亡率が高い。えー、データによっては2%ぐらいの死亡率の病気がですね15%ぐらいに跳ね上がるんですね80を超えてくると。で、亡くなる方の8割以上が65歳以上という年齢。年齢がやはり重要になってきます。また高齢者となると何かしらの基礎疾患を持っている方が多くなります。えー、心疾患、糖尿病、肥満 まあ,あと、タバコを吸う方、えー、悪性腫瘍、こういった病気があると、えー、死亡率が高くなるということが分かっています。これはまあ他の病気でも結構言えることではないかと思います。インフルエンザもそうですね。で、最近、がん患者さんのデータが上がってきました。が、え、ん、ー、患者さん、やっぱり死亡率高いです。13%ぐらいになります。ただですね、あまりこの腫瘍、がんの種類はあんま関わらないですね。どうも血液内科のがんが高いとか、そういうことはなさそうなんです。えー、ところが、 えー、やはり、まあ、いわゆるとどめコロナなんですよね。えー、もともとがんで亡くなる状態に近い、えー、進行している方、えー、PS っていうのは全身状態が悪い方です、えー、が、悪い方。まあ、あとまあ一部の これすみませんヒドロキシクロロキンですね。アジスロマイシンというのトランプさんも飲んでましたけど、飲んでるようか、飲んでるか、飲んでたか分かりませんけど、えー、一時効くんじゃないかって言われたら、ちょっと否定されてきてるんですけど、この薬、不整脈を起こすんです、えー。かえってこういう薬を飲んでるとリスクになるんじゃないかとか言われてますね。まあ、いずれにしてもです、ね、がん患者の死亡率は高いですけれども、多分、うんと、これは、とどめコロナの可能性が高いです。 もともと悪い人が最後にコロナにかかって亡くなってしまうんだろうと。えー、外科手術、やはりですね、えー、外科手術、特に重い手術を受けるとですね死亡率が高くなります。術後の肺合併症が多くなるということです。なので、まあ、可能であれば緊急の手術は避けた方がいいかもしれません。ただ、その緊急手術がその時点で救命的なものであれば、えー、個人防護具などをつけて、えー、対応すべきということになると思います。えー、でここも分かってきたことです。 これ正確な数字は分からないんですけど、結局全員調べていないですからね、えー、結構な方が症状ないじゃないかとっていて、ウイルス持ってるだけ、相当いるんじゃないか、特に若い人、女性、なので今、あの新宿の若い、えー、夜の人たちの感染者、えー、というのが問題になってますよねで。妊婦さんなんですけど、ニューヨークでスクリーニングをしたら、ですね14%妊婦の方が陽性になったと、無症状で。 なので、これをデータが出て、ですね日本の一部の産婦人科の先生たちが、えー、分娩するときに全員 PCR やるべきだって言って、あるいは一部の病院長が、これを保険通してくれって言って、ですね要求したんですね。でもこれ、私の解釈はですね違うんですよ、えー。ニューヨークは相当流行してるんですね。先ほど、きか一昨日日本の東京の陽性率交代、抗体0.1%でしたね、えー。ところがニューヨークは今日ようやく1%来てきたんですって言ってますね。 えー、なので、もうその国の流行状況が全然違います、さらにですね検査は後で説明しますより感度が低いんです、14%の人がウイルスを無症状で持っているというニューヨークの状況は、これはもっといるんですよ、陽性になっていない、もっと隠れている、えー、検査で引っかからない妊婦もいるんです、ですからこれはスクリーニングをするんではなくて、この状況でやるべきことは、分娩の時には全員個人防護具をつけて分娩しなければいけない状況だったというのが、これがインフルエン ニューヨーヨクのこの極限のこ状況ではないいかと思いますで日本産婦人科医会はです、ね、この好意的な、僕にとっては好意的なあの、ちゃんと対応してるんですね、PCR のスクリーニングは必ずしも推奨しないよと、え全員やらなくていいよと、えー、それはこういうことです、無症状でも感染している妊婦が一定確実でいるということをもう常に考えて、う、え、つ、ー、らないように、うつさないように、広めないように、えー、医療従事者自らが防御を徹底して行いなさい,っていうと、僕はこれ、全くこれに賛成なんです。 一方です、またですね、その今後ですね、こういった PCR のスクリーニングを一部の対象にはしてもいいかもしれないんですけど、その背景を考えるべきです。その広がってしまった背景の人たちが死亡率が高いかどうかです。先ほどのがん患者さんとかですね、血液病棟とかですね、そういうところは場合によってはですね、流行がすごくひどくなれば、スクリーニングをする、入院前にスクリーニングをするのはありかもしれません。実際、IDSA のガイドラインはそういう一部の 患者さんに関しては、えー、流行状況が2から10%の、えー、陽性率、えーあの、有病率であれば、スクリーニングを推奨しています。えー、でも日本は0.1%でした、東京は、えー。で、ところがですねあの、妊婦はですね、これインフルエンザと違って重症化のエビデンスないんですよ。で子供も軽症で終わっちゃうんです。だから、万が一うつってしまったとしても、えーまあ、がん患者さんなどに比べると、 健康を害するリスクが低いんですね。子どもはこんな感じです。まあ、川崎病などに関連するという報告がありますけれども、子どもは無症状かほとんどが警戒しちゃうんです、まあ。もちろん亡くなったという報告はあるんですよ。ただ、もう確率からしたら極めて少ないんですね。はい、で、えーと、症状なんですけれども、えー、これがです、ね、重症化のメカニズムが大体分かってきました。ウイルスそのものもが凶暴で ウイルスそのもので人がやられていくんではなくて、どうもそのウイルスを排除しようとする免疫、その免疫の暴走によって炎症が起こり、そしてその免疫の暴走によって炎症が血管の中で血の塊、血栓を作る、この循環障害や炎症反応が重症化のメカニズムになるということが分かってきをいます。るとですね 効率に肺側線といっっっててて肺肺の血管が詰まってしましる肺炎ではなくて肺側線が見つかっているということは分かっています。で症状なんですけれども、よく街でスクリーニングで熱を測ります。まあ、もちろんやることで一部の方はスクリーニング拾えるかもしれませんが、僕はあんまり意味ないと思っています。それだけでは。なぜならば、その一点で熱を測っても2割ぐらいしか熱はありません。でさっきお話ししたように潜伏期、長いです。また無症状の人が結構いるということは分かっています。 なので、これで拾おう、熱を測って患者さんを拾おうなんていうのは、とても無理だと思ってください、この感染症はですね。ただ、経過を長く見ると、発症する人の大体の人は熱が出てきます。であとは呼吸器感染症が主体ですから、咳や息切れですで。息切れがポイントです。えー、動いて息が切れるという症状が出てくると、これは重症の症状の一つになってきますで。盲点は稀に消化器症状があります。なので、感染性腸炎だって言って入院させて、感染予防策を取らないと、 院内感染になりますでもよく考えていただきたいのは、そもそも感染性腸炎ですね、ノロウイルスなんかもありますよね、すべての感染性腸炎はうつるものだと対応すべきなんです。そして、ちゃんと手指衛生、防護具をつけて対応しておけば、その後、後でコロナだった、広まってしまったっていうリスクを下げることができます。腸炎に対してノーガードであれば、やはり広まってしまいますよね。味覚と嗅覚の問題、こちらはですね、やはりあります。 で僕はですね、これ結構診断に有用だと思ってます。えー、もう他のウイルスでも起こるっていうことで、あれなんですけれども、やはりですね、えー、今まで風邪を見ていて、ですね急に匂いがしなくなった、えー、鼻水も出ないのに匂いがしなくなったって言ったら、なかなかなかったですね、僕の経験では。で、やはりですね、えー、他に咳があったり、熱があったりに加えて、今、コロナが流行っている状況であれば、この、えー、味覚や嗅覚の異常が加われば、結構特異的な所見。 身体所見症状の訴えの上では高いと思います。ただですね、味覚嗅覚だけ異常を訴える人っていうのは少ないんじゃないかという。何かしら他の熱や咳だとかに伴う,というですね。あと発疹の報告あります。えー、いろんな発疹があります。えー、なので非特異的なんですけど、僕が何人か経験した、えー、と割と特徴的なコビット2って言われてるんですけど、手足にですね、霜焼けみたいに痒いんですね。こういう所見が出ることがあります。足のところですね。 でここがポイントなの、もう一つポイントですが、患者さんを診断する上では、えー、時々です、ね、肺炎があるとみんなコロナですかって相談を受けるんですけども、えー、病歴、やっぱり重要です、えーまあ。例えば2ヶ月前から肺炎ですなんて、そもそも肺炎じゃないですよね、それは結核を疑ったりしなければいけないんですね、えーコロナあの。それをコロナですかなんていう相談を受けるんですけども、病歴から考えられないですね。 えー、しかしながらコロナの場合には、ですねやはり風邪のような症状が続いて1週間ぐらい、また10日目ぐらい、ここでですが、ね、んとですね呼吸不全が進むのが特徴になってきます。えー、初期にはやっぱり普通の風邪や気管支炎と区別がつかないと思いますので、えー、場合によってはもう家で、ホテルなどで、えーまあ、疑いが強い人はホテルなのかもしれません、あるいは感染が、えー、分かっている方ですね、えー。で、息切れが出現しないか、慎重に見ると。 といいうのが現実的だと思いますえよくあのあなかなか PCR やってくれなかった、あ、えと、ー、でやってもらって、コロナだったのになんで私は返されたんだなんて騒いでる人いますけれども、初期は風邪と区別つきません。で、治療法ないんです、あとで申し上げますけれどもえ。なので、その段階では家で待機でよろしいかと思います。で、普通の風邪であれば治ります。で、治んなかったらそこで検査でいいと思います。はい、診断が遅れたじゃないか。 いやそれは治る治療法がある病気の場合に言う言葉なんですね。治療法があるから早く診断するんです。もちろん、早く診断できれば、周りの人に隔離することによって、周りの人にうつすリスクを下げることができます。だから、セルフアイソレーションで自宅待機なんですね。重くなるのは10日目ぐらい、ここがポイントになってきます。ここでガクンと悪くなります。重くなる人。 重くなって重,く重症化してしまうとですね回復まで時間かかります。このぐらい時間かかるものなんですね。はいでえー、っと検査なんですけれども、えー、基本的にこれ、ですね僕見ててやっぱり発血球数、重要です。で検査の解釈なんですけど、そのコロナのどの段階を見てるかというのが重要です。病初期なのか 肺炎になっているところなのか、そして重症化しているところなのか、どの検査数字なのか、どの時点の検査数字なのかが重要です。でちなみに、初期や軽い肺炎であれば、まず白血球は上がらないと思ってください。私がレビューしてきたカルテで、上がっている人はほとんどいないですね。まず正常から低下しています。CRP はですね、上がります。3から5ぐらい。で、一方でですね、やはりすごい重い人はですね、ものすごく高くなります。なので、CRP がすごい高いから細菌性だということまでは言えないですね。 その方がもう、ベンチレーターになるような重症肺炎を起こしていると、それは CRP は10だったり20だったり30だったりします。白血球数も同じです。そのレベルになってくるとです、ね、白血球上がっていることが多いです。プロカルシュニンはです、ね、やはりこれもですね軽症から初期であればほとんど上がりません。なので、プロカルシュニンが上がって、軽いのに上がっている、初期から上がっている、これは細菌性の可能性が高いですね。 えー、一方で、重症化している人をプロカルシウムに上がって,てっていてもコロナではないということは言えません。ここを注意してください。つまり画像も血液検査もですね、えー、コロナのさっきのじ初期なのか、えー、肺炎を起こしているそあの早期の時期なのか、重症化してしまっているとこなのか、どこの時点を見ているかが重要になりますね。で重症化マーカーとして重要なのは LDH、D ダイマー、あとに血栓症ができて重症化しますので、D ダイマーの上昇、これは重症化のリスクになります。あと、血小板の減少や白血球が増えてくる。 えー、リンパ球が下がってくるこのありです。特に LDH、CR、CRP、リンパ球この増加と減少を、えー、取るとですね、ほとんどの人の死亡を予測できるというデータがあります。えー、レントゲン これはですね、すりガラス A って言って淡い陰影が出ますので初期ですね。なかなか病初期では異常が捉えにくいです。ですから、熱が続いてコロナを疑えばレントゲンが異常がなくても CT に行っていいと思います。CT に行くとここに提示したのが典型的な例で、胸膜、肺の表面に近いところにですね、えー、すりガラス A がしょあの主に両側、変側もありますが、えー、出てきますで。これも画像もどの時期を見ているかが非常に重要で、病初期を見ている場合には、えー、この典型例が見られるでしょう。 しかし、ベンチデータになっているとかですね、えー、非常にこじれてしまうとです、ね、もう通常の、えー、よくわれわれが ARDS というような、えー、重症肺炎の慣れの果てのような、えー、陰影になってしまって、区別は困難です。ただ、病初期であれば、えー、比較的この画像はコロナを強く疑うなというのは、えー、感覚としてあの診断に、えー、合致しますと、えー、い,いうのがあります。 胸水を伴ったりリンパ節が腫れたりするというのはなかなかない所見でないかと言われています。えちなみに、えー、私の,もの,あのリンパ節が腫れていたのは後でサルコイドウスでしたね。コロナじゃないかと言われた症例ですね。検、え、体、ー、の取り方はこうやって取ります。鼻からです。鼻腔をつつきます。もちろんでですすねね、えー、バルとかです、ね、あるいはタンカラ 取れれば一番感度が高くなる、検出力が高くなると言われてるんですけど、エアルゾールって,ってですね、えー、周りの人に移してしまうリスクが高くなる検体ですので、まあ、バランスを取ると、先ほどの花をつつくのが一番いいだろうと言われています。で、ごめんなさい、炭を取るという方法が、えー、提唱されています、えー。こちらはですね、鼻腔をつつくのよりちょっとだけ精度が下がります。でも、確かに、えー、個人防護具とかがいらなくてですね、あのー 石炭を浴びるリスクが少ないご自身で持ってきてもらいますので、えー、理想的なんですけど現時点では、えー、有症状者の診断だけ承認されています PCR ですねで PCR 問題なんですけどこれはですねもうほとんど宗教論争で、えーとまあね、白熱した議論になってしまいますただ私はどちらかというと、えー、PCR の拡大というかで必要のない人にまで行う無症状の人にやることに関しては反対ですえー もちろんこれはどこまで PCR をやるかというのは検査の供給体制や、えー、その陽性になってしまった人、今、指定感染症です全員入院しなきゃいけないんですよ、あるいはあのホテルに隔離、その隔離する受け入れができていないと、これは病院の,、まあ、あの混乱にもなるんですね、で治療法もないですし、えー、隔離することだけなんですよね。 でえー、とこれ、安倍さんも言ってたんですよ、PCR でどうも政府が突っ込まれたら、ですねあのちょっと熱くなって、あの世界どこでも全員 PCR や,やってる国なんかないんですよっ言ってましたけど、まあ、その通りなんですよ。えー、アメリカでもですね全員なんかやってないんですよ。えー、IDSA、CDC などもプライオリティを決めています。やはり、えー、その検査をして意味のある人ですね、重くなる人とか、ですね、えー、重症化するリスクの高い人、あと重症の人。 そういう人を優先的にやっていきましょうと。やっぱり、限りあるリソースだからですね、えーえー。無症状の人へのスクリーニングとか、えー、入院する前のスクリーニングなんかも、i d s e ガイドラインでは部分的に認めてます。それは流行状況が2から10%を超えるようなニューヨークみたいな状況であればやってもいいかもと。でも、東京は0.1でした。なので、今現状で、ましてや収束傾向である今の日本で、入院する人に PCR を全部やるとか、 えー、町の人たちに PCR を全員やるとか、それはやりすぎです。えー、やりすぎなだけではなくて、お金がかかるから無駄だというだけではないんです。えー、これはですね、えー、PCR の感度はそれほど高くないと言われています。えー、つまり陰性でも否定ができない検査なんですね。えー、陽性でもですね、治療法がないんです。つまり検査した後の方法が隔離以外のプランが変わらないんですね。えー、で、えっ、ー、と、これがあるんです。この100置いってやつですね。 え何度患者さんに言っても、あなたは疑います。検査陰性でも否定できませんよって、インフルエンザの検査でも私たち申し上げてもですね、えー、検査陰性になると、あ、私違うんですねっていう平気で言うんですね。そうするとですね、遊びに行っちゃったりね、出歩いちゃうんですね。それをかな広めちゃうんです。これ逆にリスクになります。今のホストクラブの人たちに検査して陰性だって言うと、いや、あなた休んでくださいねって言って、俺は陰性だって言って、多分働いちゃうんじゃないですかね。えー、で、えー、また、あの、巨人の選手なんかもそうですけど、あれ私、 ではなくく性だと思っていいますえいくら比較的得意度が高くて陽性ならほぼ間違いないんですけど、えあまりにも可能性の低い人にやると、え検査は間違いが起こりますえ。こういうことによって、本来隔離される必要のない人が隔離されてしまいましたよね、巨人軍の選手です。デ、はい、メリットが起きます、お金もかかります、そしてえ検査を取るときに個人防護具も消費しますし、我々も、えー、感染するリスクを負うわけです。はい で検査が陰性だから、えー、免罪符になるのか、院内感染が起きないのか、そんなことはないです。実際に検査陰性を過信したことによって、院内感染が起きています。はいえー、それからです、ね、明らかな検査前確率が高いというんですけどこの方もコロナだろうとわれわれが思っている人が、えー、PCR が陰性だった場合に繰り返す PCR 陽性になります。えー、ですから、やみくもに検査をするんではなくて、その患者さんがどれぐらいコロナっぽいのかっていうのを考えて、検査というすべきなんです。 疑いが強い人は1回陰性でも検査を繰り返すまで、えー、否定してはいけません。抗体検査、えー、診断の早期には役に立ちません。えー、抗体というのは時間が経って上がってきますので、えー、診断には向きません。疫学調査に使います。えー、今回0.1%東京の人が抗体を持っていた、こうやって使います。えー、なので、診断のためには使いません。また、IgM 抗体はです、ね、風邪のコロナとの交際反応もありますので、実は陽性になっても実は違うかもしれません。 なのでクリニックとかで,です、ね、営利目的で,です、ね、有料で検査をしていますけど、私はあれは意味がないと思います、はいえー。市販のキットですね、これは開発途上なので、実は使用は推奨されないとされています。ただ、えー、抗原検査ですけれども、まあ、PC ウイルス量が多ければ、えー、一致します。ただ、PCR よりもうーんと、えー、相当感度が低いと思われています、はい、治療薬です。 治療薬がいっぱいあり、あの候補がある。候補がいっぱいあるということは、逆に言えばですね、うん、決め手がないんです。で、これだけあったんですけど、もうすでに消えつつある薬があります。ロピナビル、リトナビル、クロロキン、えー、消えてます、えー。僕はですね、アビガン消えると思ってます。うん、ただ、これは国があの、日本の製薬メーカーですからね、ちょっと思い入れがあるんでしょうね。 結局、家で様子を見るしかないんですけれども、今ですね、もし診断がついて治療薬を一つ使うとすれば、レムデシビルです。あとはですね、実験的な治療であるのを前提に、ちょっと昨日ステロイドのポジティブなデータが出ましたね。ステロイド。あとはトシリズマブっていう免疫抑制剤を使うことがあります。あと、工業庫療法をやってもいいと思います。重症例ですね。で、ウイルスを、あの、この効果が期待される薬なんですけど、ウイルスが入ってくるのをブロックする。 また、ウイルスが子孫を残して増えるのをブロックする。あるいは、ウイルスの障害によって免疫反応で、えー、体がやけどする。そのやけどを冷ます。免疫反応を阻害する薬。このあたりが効果が期待される基礎になります。で、えー、レムデシビルがちょっと効果が、えー、臨床試験で証明されました。で、本邦でも米国でも承認されました、えー。ちょっと重くなりそうな人、重くなったぐらいの人がいいんですけれども、死亡率は変わらないんですけど、 えーまあ、最初のですね観察研究、エビデンスの低い研究では、レベルの低い研究で死亡率の低下が示されたんですけど、その後、結局、ですね、あのー、中国の報告ではあんまり死亡率の差が出なかった。で、アメリカでやられた臨床試験では、死亡率に差はないんですけど、4日ぐらいですね、えー、回復が早めるという効果がありました。なので、今のところ、ですねレムデシビルが唯一、ですね、えー、先ほどの効果のある、期待される薬の中で、えー、症状の回復を早める。 というエビデンスがあります、えー、アビガン、えー、インフルエンザにも効く薬なんですけれども、こちらはですね、えー、初期に質のあまり高くない中国の報告で、えー、ウイルスの消失や画像の改善が早いとこう期待されたんですけど、実際その後の臨床試験では優意さがなかった。えー、さらにでですね国内の報告では うんとこれはあの効果を見たものではないんですけれども、やはりあの尿酸が上がったりとか、いろんな副作用もあって、評価ができない状況なんです。で実際にこのファビピラビルは、ですね、先ほどのレムデシビルよりも、ですね、試験管の中でもですね、ウイルスの効果を抑えることが弱いんですね。で私は多分あまり効かないと思っています。でいずれにしても、ですね、これらの薬をえマスコミは特効薬だと言って煽るんですけれども、決してそうではないです。 今言えることは、レムデシビルを除けば、えー、効く可能性のある薬はないんですよねあの。効くと証明されている薬はないんですね。どちらかというと、軽症例に関しては治療薬がない状況が続いています。はい。えーえー、ですね。ここが、えーと、感染の予防の話を最後していきたいと思います。で予防なんですけれども、うんと、これですね、中国ではですね、この職業の人たちはですね、 感染して死亡者いななかったんんですよなんと感染症専門医の死亡者いなかった、珍しいからかもしれませんけどね。多分私たちはですね、一応プロなので、えー、感染予防策がしっかりできてるんだと思うんですね。違うかもしれませんけど。で、あとはですね、多かったのが、死者が多かったのはですね、開業医の先生と救急医なんです。つまり診断がついてない人は最初に見る人たちです、えー。残念ながら、やはり感染予防策が破綻してたのかもしれませんね。えー、この人コロナだったのっていうことですね。 なので、しっかりした予防策が取れれば、ちゃんと防げるんです、感染ですね。で、えー、まず医療施設で感染を防ぐためには、患者を早期に確治すること、そして、えー、速やかに隔離すること、えー、それまでの間に適切な感染予防策、その後もそうですけど、えー、これをちゃんと取ること、そして適切な環境省と、この4本柱が非常に重要です。 でえー、まあ咳だとか熱だとかの問診をして疑われしければ隔離をしますただ今日ずっとお話してきた通り無症状の人もいますのでこれで防波堤になる患者さんというのはごく一部ではないかと思いますで我々医療従事者の重要なことは体調不良者を速やかに休ませることです えー、これをやっても、ですねやはり体調不良だと言っても働いちゃう人もいると思いますし、潜伏期もなあの長い感染症ですし、えー、これで院内感染をすべて防ぐのは無理です、まあ、そもそもすべて防ぐということは無理だと思うんですけど、院内感染を広げない、えー、被害を最小限に食いためるためには、常に標準予防策を実施しておく、ガードを下ろすなということなんです。で、その標準予防策っていうのは、これ、時々医療従事者の方々が、ですね標準予防策っていうと、ガクッというような反応を示すんですね。 何もないみたいな、そうじゃないんです。これはですね非常にコート、かつ頭を使わなければいけない、だけれども医療従事者であればみんなが習得しておかなければいけない予防策なんです。それは状況に応じて適切に個人防護具を取捨選択しなければいけないんです。えーでえー、とですねこの で、個人防護具を手つから、例えば咳がある人がいたらあの、咳を浴びないようにマスクをしようとかですね、えー、例えば血液を流している人がいたら、その血を、血に触れないように手袋とかガンをつけようと。これが標準予防策なんです。一方で、普通の人に触る分には、前後に手を洗えば別に手袋もガンをいらないんです。血流している人、例えば便まみれの人、突物まみれの人、そういう人は当然手袋、ガンをつけます。咳している人と向,かい向き合うときにはマスクをつけます。これを考えて、個人防護具を選ぶのが、 えー、標準予防策です、えー。ところがですね、この COVID-19 はうーん症状出現前から感染性があります。咳してなくても。なので、こうやってお話ししてるときにしぶきが出て、それでうつっていくかもしれないです。ですから、ユニバーサルマスク。頭を使って防護具を選ぶんではなくて、全員マスクしとけと。そういう手順になっています。あとは、飛沫予防の原則は、距離を空けることです。はい。なので、ソーシャルディスタンス。えー、手指衛生 ユニバーサルマスク、そして、えー、ソーシャルディスタンス。これがコロナの予防では非常に重要になってきます。はい。で、マスクは、まあ、これ、医療従事者の間ですけど、サージカルマスクをつけるんですけど、大体まあ、1日で交換をすること、あとはマスクの表面には触れないように、触れた場合には手を洗うこと、必ず紐のところで変えるということですね。で、フェイスシールドですね。フェイスシールドを誤解してます。フェイスシールドはマスクには変わりません。簡単に言うとですね、はい そそもも本来はユニバーサルではないんです。本来は。えー、咳している場合に行うんです。で飛,沫飛沫感染を疑うときに行うんですで。ソーシャルディスタンスが取れていればマスクもいりません。人とメ2メートルの距離が空いているんだったら、実はマスク、それが担保できるならマスクいりません。だけど、ソーシャルディスタンスが担保できないような例えば人と会話をするとか、そういうじ長い時間いるんだということであれば、お互いにマスクをつけます。 でマスクつけられない人っていますよね。これがフェイスシールドの適用です。というのは、フェイスシールドはですねマスク以上にですね感染を防ぐというエビデンスがないんです。脇が開いてますし、フェイスシールドの本当の目の膜、ね、などに、えー、飛沫が入るのを防ぐことです。はい、この辺はあは時間なので、て失礼します。えー、話をして、あの少し申し訳ない、早くあのしていきます。一般の人たちの感染対策をしていきますね。 ここの話しましょうか、でえー、っと環境の消毒というのはとっても重要なんです。と、えー、いうのはです、ね、ウイルスはです、ね、人の体の中じゃないと生きていけないんですけど、環境面でウイルスはしばらくだけ生きていられるんです。それがです、ねまあ、実験的な状況ですと、えー、環境面で2、3日ウイルスで生きていますで。そこを触っちゃって、また人の体に持っていくかもしれません。でもです、ね、地面とかからに落ちているウイルスから移らんないんですよ。だって地面触んないじゃないですか。 どうなるかというと、ドアノブとか手すりとかそういうとこですよ。そこを人の手で触って、その触ってついたウイルスが環境からまた手について、それを皆さんの口や目に運ぶんです。ですから、消毒するとこは、目に見えて触るとこです。そこを消毒してください、えー。よくマスコミがセンセーショナルに報道している、消毒薬を吹きかける、あれはあんまり意味がない行為です。まあ、インパクトはありますけどね。 コードに触るところを消毒しましまょう。これ1日何回かやるとといいと思い思ますね。ここがあの今、PCR の問題が変わったところなんですえもともとアメリカも PCR 陰性以外にえ10日間症状が経過して3日ぐらい経ったら症状が消えて3日以上経っていたら隔離していいよという提案をしていましたところが日本はずっと PCR2 回陰性でこれでえスマートフォンを見てえー横になっているような 早く帰れないのみたいな人たちがですね、病院の入院してで病床を抑えたんですよ。で、医療機関は医療崩壊の寸前まで行ったわけです。で、えー、今、何が分かったか、先まで話してたおり、ウイルスが出ても感染性が10日以上、8日以上経つとないってことが分かってきた。なので、PCR2 回を取っ払いました。一応、えー、これ今、ちょっと短くなりましたね。発症から10日経過して3日間無症状であれば、 退院できるようになりままししたここれは素晴らしいいととだと思います、はい、僕は昔からこれやめろやめろって言ったんです、もう1ヶ月、2ヶ月以上前からですね。はいえー、家庭での感染対策も一緒です。で、えー、っとマスクなんですけど、時々これ、僕たち批判されるんですよ、お前たち感染症の専門家、最初いらないって言ってたけど、今みんなつけてるじゃないかと、嘘を言ったと。これは状況が変わったんです、初めは見えてなかったんですね。 インフルエンザなどに関して、マスクがですね、みんながつけることで感染を予防するってエビデンスは本当にないんですよ。十分なものないんですよ。ただ、コロナに関しては無症状の期間に移すってことは分かった。だから、これを防ぐためには会話しているときのしぶきを防ぐマスクをつけざるを得なかった。口から出るしぶきを抑えるしかなかったんです。ただ、実際にこれが本当に、えー、抑える効果があるかというエビデンスはまだ実際にもまだあの十分ではないんですよ。なので CD、CDC も途中から方向転換をして。 みんなでマスクをつけようと。ただ、サージカルマスクなくなっちゃうと医療の現場が困っちゃうので、えー、一般の方たちはまあ安倍さんのマスクでもいいんですけれども布マスクをつけましょうという推薦です。でも、この前提があります、ユニバーサルマスクの前提は感覚が取れない場合に蔓延している状況でつけてくださいということなんです。 ソーシャルディスタンスが取れていればマスクの使用は必ずでもしもいらないんです。家の中で一人にいるのにこれから気温が暑くなって熱中症のリスクがあるのにマスクをずっと続けていくの必要はないんですね。はいで PCR もあの、あとですね、今いろんなところでフェイスガードつけたりしてますよね。僕、フェイスガードを見る人つけている人を見ると、ゾッとしちゃうんですけれども、えーっとですねえー、パフォーマンスのための、えー、PCR やパフォーマンスのための えー、個人防護具の着用はやめたほうがいいです。科学的根拠,、えー、根拠に基づいた冷静な、えー、選択をするべきですね。えー、巨人軍だとか、J リーグにの選手全員に PCR をやるというのは私は反対です。0.1%以下ですよ、えー。あれはですね開幕をするための儀式です。えーえー、一部の選手は行政になりましたね。美美あれは美容生じゃないです容生ですす でえー、個人防護具もそうなんですけれども、フェイスガールド、フェイスシールドをつけるということを、えー、儀式のようにつけていますけれども、特に手袋ですね、手袋なんてあれ、意味ないですし、逆に危ないんですよ、手袋を変えないと、あれ、つけてることで、ウイルスは人の皮膚の中に侵入してこないですから、えー、手袋を,を返してです、ね、また他の人にうつしちゃうんですね、本当に手袋をつけたんだったら、誰か触ったらその都度変えなきゃいけないんです、我々は変えてるんです。 手袋をつけたままずっと接客しているような仕事の方いますよね。あれはやっちゃいけないんですね。フェイスガードも本来はマスクがつけられないような人、えー、ソーシャルディスタンスが開けられない、そういう人はマスクをつける。マスクがつけられない人はフェイスガードをつける。えー、なのにフェイスガードが第一選択みたいになっちゃっている。これはおかしいと思います。はい。これがあの個人防護具の本来の適用です。繰り返します。こういうことですね。えー、フェイスシールドは弱点がある。 そしてエビデンスがマスクよりないんです。はい、手袋、いりません。これ、血を触るとか、そういうときにはいりますよ。えー、だけど、日常の、えー、現場ではいらないというふうに理解してください。あと、これもやりません、はい。空気感染しませんから、空気中を除菌なんでする必要ないんですね、えー。かえってこの消毒薬を吸い込んでしまって、有害になる可能性があります。これは特に悪徳商法にもつながりますので、気をつけてください。はい まあちょっとこの辺はもうあの簡単に眺めていただく形になると思いますけれども、で最後、ワクチンの話をしたいと思います。ワクチンなんですけど、今ないです。でも今、フェーズ2まで終わってきてますね。アデノベクトウイルスベクターワクチンですね。これは抗体が上がるということまで分かっています。でも、それがどれだけ効くのかっていうのはまだ分からないし、副作用もまだ分からないです。なので、期待はしますけれども、えー、まだ先です。 以上が私の話になります、えー、ちょっとオーバーしてしまって申し訳ありませんでしたいかがでしたでしょうかちょっと最後駆け足で失礼いたしました